アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今日はね、早急に GP を用意しなくてはいけなくなりました。最低でも1000万 GP 必要になりました。まあそのね、概要については、まあ、動画をね、1個前、2個前ぐらいのね、動画を見ていただければ、わかります。はい。てなわけで、今回は、今回はね、大規模戦は、本日大規模戦はやりませんので、あしからず。今回はですね、この、エテポンゲ、5年間続けてきて、ずっと集めていたアイテムをすべて売却しようと思います。はい。今現在ね、GP が、630、飛んで、6674GP ございます。ここからね、果たしてね、このエテポンゲ5年間ね、ガンダムオンライン続けてきて、もうアイテムがね、ものすごくあるんですよ。ものすごく。まあ、アイテムとか、もういらない機体とか設計図とかもね、もう全部っぱいたしますんで。まあ、ちょっとざっくりちょっと軽く見せるわ、まず。まあ、機体はね、まあ、66、こう、パパパパッとあるんですが、設計図とかもね、大量にあります。うん、こんな感じで、これだからね、いらないものをね、もう全部売却していこうと思うよ。今日はいらないものっていうか、もうほぼほぼいらないんで、ちょっとね、エテはその集め癖っていうの、その収集癖がすごくて、どうしてもね、売れないんですよ。モジュール用複合フレーム加工材が。どうしても売れないんだ、これが。でも、この金の延べ棒だって売れないんだ。でもね、今日はもうこれ全部売っちゃうから。うん。まあ、果たしてね、いくらになるのかっていうのも気になるところなんでね、バキバキ売っていこうと思います。多分、倍速でやります。よろしくお願いします。いきます。結構すぐ使っちゃう。やめてくれ、もうちょっと。うるせえ。今動画撮ってんだよ、今。
てか一括売却せえし。すべてのアイテム、設計図、開発素材、機体、とりあえず全部売ってみました。とりあえずね、必要なものは、ちょっと必要な機体とかもね、ちょっと売っちゃったんで、後でそれは回収します。必要なものだけ。あの、設計図もね、特性上げとかで、あの、使えそうなのいっぱいあったんで、そこら辺は、回収いたします。はい。最終的に、合計金額を発表いたします。でか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 やった2000万これガンダム3機買えるんだけど、まあこれガンダム3機買えるんだけれども、ちょっと買い戻ししたいものもあるんで、ちょっと金図 2枚で勘弁してくれないか。まあ金図2体いたらね、あの北の FX にも勝てるんで、正直なんだったら銀図4枚でも余裕なんですが、一応ね、まあそのナメプっていう形に、ね、なっちゃうし、それだと申し訳ない、相手に申し訳ない。やっぱりね、向かってくる相手に手加減してね、惨めな思いさせるわけにはいかない、わけにはいかないかってことなんでね。なのでとりあえず金図を2枚、そして銀図を1枚購入しようと思います。本当はこれが欲しい。もしお金余ったら G ラインライトアーマーの金設計買おうと思います。なんで今さらガンダム買わなあかんねん、ふざけんなよマジで。なんで今ガンダム買うやつがおんねん、この時代にガンダム買うやつって多分頭おかしいで、これ頭おかしなるで。ガンダムないんだけど、ガンダムはい、ガンダムの設計図を2枚購入いたしました。ちなみにこれ売却したら、設計図売却っていう風にしたら今いくらになるの、この金図